はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、なんかちょっと届いたんですけれども身に覚えがなかったんですよね。こういうのが届いてもう開けたんですけれど、セーフティーサービス貴重品って書いてあるんです。え、なんか頼んだかなと思ったんですけれども、中を開けてびっくりマン。はい、そうなんです。はい、イオンリテールロッテびっくりマンオリジナルグッズ応募キャンペーン B コース、ご当選おめでとうございます。はい、ということでね、当たりましたね。はい、いや、まさか当たるとは。で、当たったのがもう見えてますね。はい、こちら、はい、ブラックロココ2のね、色紙、こちら当たりましたね。めっちゃ欲しかったこれ。いや、当たると思わなかったね。これ確か A 賞がね、スーパーゼウスの前に自分の付けたい名前を付けられるっていうやつだったんですけれども、まあそれよりこっちの方がいいかなと思って、こっちを集中してね、いろいろ買って応募したんですよ。はい、結構何枚か送ったんですよね。でもまあ、ほんと当たると思わなかったな。これすげえな。ちょっとプチプチから出すのもためらわれるけど、まあ動画としてはね、ちょっとあれなんで、ちょっと開けてみましょう。はい、見てください。プチプチから出したらこの輝き。うわ、かっこいいぜ、ブラックロココ。極悪って書いてある。いや、これはまさか当たると思わなかったな。ほんとね、12月24日に届いたので、ほんとクリスマスプレゼントですねこれはね。いや、めっちゃいい。これ裏は色紙なんで何も書いてはないんですけれども、いや、これ大きさもね結構大きいんですよね。うん、普通のね、あの色紙サイズ、ミニ色紙じゃなくて。いや、これはもう額縁に入れて飾るぐらいのレベルですね。いや、ラッキーこれ。いや、当たっちゃいましたね。はい、といった感じのね、検証に当たったというね、ただの自慢になってしまいますけれども、いや、なんかね、この喜びをね、ちょっとね、分かち合いたいと思ってね、ちょっと動画として撮らせていただきました。はい、いやー、運が良かった。最後の運を使い果たした感じ。バカなことやってねえで、はい、働け。昨日の運をここで使いました。はい、ということでね、チャンネル登録していない方はぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。びっくりマン関係もね、続々と紹介していく予定なんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。